こんにちは、ひろまろです。とうとううちの近所でもコロナウイルスのワクチンの接種が始まりました。これすごいですよね。これコロナの予防接種ですね。こんにちは、ひろまろです。今ね、ロサンゼルス空港です。今からちょっとサンフランシスコの方を見てこようかなと思ってます。今日は1月20日です。バイデンさんの日ですね。まあ、ちょっとどうなるかわかんないですけど、撮影してきます。見てください。ではでは。こんにちは、ひろまろです。本来はアナのサンフランシスコ便が飛ぶはずなんですけど、期待は来てるんですけどね、でも全然乗ってないようですね。今から乗ります。サンフランシスコ近いですからね。結構めんどくさいですね。Thank you. Thank you. 今回は737、多分ダッシュ800ですね。一番後ろの席にしました。楽なんですよね、一番後ろ。Yes. Thank you. Bye. Bye. 最初席に行くと。全部着きます。今日もいい天気ですね。綺麗だな、やっぱり。サンフランシスコ着きました。飛行機の便数少ないですよね、今ね。でも本当にやっぱりサンフランシスコエアポートの場合は 1,2,3,4 なんですね。インターナショナルの真ん中なんですね。なんかちょっと殺風景ですね、サンフランシスコは。インターナショナルがこんなもんなのかな、よくわかりません。で、1回2回行っただけがわかんないですよね。僕もだってずっと前に1回来ただけだから、ちょっとこのマップを見ただけでわかんないですけどね。なんかホテル行ってみましょうかね。 Another card? Okay, try it againCredit card. Okay. Yes. And subtract. Try. Yeah. That's add. 965. Okay. E. E. Yes. Yes.Oh, thank you, sir. Again, next time, use that card. Don't throw it away. Yes, sir. If you want to take the bus, you put money on it, and it works on the bus, too. One question. Yeah. Just now, I'm leaving Los Angeles. Right. Just now, the return to $3 coming back? No, you keep. It's yours. Keep. You bought. Yeah. It's no return. Yeah, you don't get the $3 back. Yes, sir. Yeah. Oh, down here.Thank you, sir. 13 minutes, approximately 13 minutes till departure. 着きました。なんか閉まってるような感じしますよね、これ。なんだ？入り口がわかんねえで。ね。わかんない。ホテル日光に泊まることにしました。ちょっと中に入っちゃったんでね。こんな感じで中に入りますとすごい綺麗です。広くはないですけどね。シャワーとこれがビスビスだ。いいな、綺麗ですね。すごい綺麗。これかわいいですよね。かわいい。これ持って帰っちゃいけないんだろうな。29ドルです。いいな、感じいいな。ここいいですね。気に入りました。日光サンフランシスコです。景色はというと、向かい側がヒルトンですからね。
こんな感じですね。どうします、あのよくあのアメリカでどうして歯ブラシがないのって言われるんですけど、衛生上禁止されてるんですよね、石鹸。あとシャワーのところにこういったボディウォッシュですね、シャンプー、みんな禅っていうなんかコンディショナー、禅ってご存知ですか？僕は分かんないんですけど、ウォシュレットはないんですね。珍しいですね、ウォシュレットが欲しくて、あるところが良くて来たんですけど、ウォシュレットがないんだ、びっくりしました。ね、めっちゃ汚い、赤、やっぱりあのロサンゼルスもあるんですけど、まあ自分がそこ歩かないっていうこともあるんですけど、もうあのまずい、本当にいろんなところに警備員が立ってますよね。ロサンゼルスも完全に緊急事態の感じだったんですけど、サンフランシスコもそうですかね。こんにちは、ひろまろです。今ね、ツイッターのヘッドオフィス来たんですけど、来てどうすんのっていうところあるんですけど、ちょっと考えます。でもまあ、あの5年ぶりに来たんですよ、僕サンフランシスコ。汚くなった、ホームレスも増えたし、なんか違うな。ちょっとこの辺散策してみます、ツイッターの近辺。マーケットストリートの話なんで、一番繁華街なんですけど、繁華街っていうのかな、でもちょっと取材してみます。すいません、インターの周りこんな感じなんですよね。家の周りの壁が柱になってますけど、これどうなんでしょうね、これ。多分あのデモやなんかで、あの暴動でガラスが割られるからですよね。そりゃ1階はこれ本当に5年ぶりに来たんで分かんないけど、1階がブルーボトルなんですかね。荒れてますよね、ロサンゼルスよりは。店が並んでるんですけど、マーケットストリートの店がやれないから露店でこうやってやってるんですよね。シビックセンター、市役所の周りなんですけど、なんか悲惨ですね。僕もロサンゼルスであの車で動くから知らないだけかもしれないですけど、こんなにひどくはないような気がするんだけどな。ひどい、もうお店が開けないから露店でこうやって売ってるだけですもんね。これがアメリカかみたいな感じになっちゃってますけど、これはコロナのせいですかね。コロナのせいですよね。僕はそれだけじゃないような気もしますけど、ちょっとなんか行っちゃってる人が多いんで、なかなか僕は行けないと思います。ドラッグとかああいうのに行っちゃってる人が結構目つきで分かるんで。やっとホテル戻りました。ホテル日光サンフランシスコ、まあまあいいホテルだと思いますけどね。朝ちょっと散歩があったらホテルから出ました。やっぱり綺麗ですよね、サンフランシスコは。でも本当にホームレスとかなんかのところはもうひどい。まあ、ちょっと見てください。メイシーズも古いですよね。古いものがなんか歴史があってすごくいい感じがするんですけど、ケーブルカーも走ってないんですよ。本当はケーブルカー乗りたいんですけどね。サンフランシスコの一番いいところのはずです。ごめんなさい、サンフランシスコにあんまり詳しくないんであれなんですけど、でも一番いいところは間違いないと思います。ホテルに行くとサンフランシスコのすぐ近くなんですけど、ブルガリとかいろんなショップが入ってて、メイシーズがあっていいですよね。あ、もちろん向こう側にアップルショップもあるんですけど、でもなんかゴミとか、まあ、ホームレスが散らかしたのとか、せっかくもともと綺麗なものがすごい汚くなってますもんね。本当にもったいない。何でもかんでも民主党政権が悪いっていうふうにつなげるつもりはないですけど、でもそういうふうになってしまいがちだよな。わかんないですけど、わかんない。
昨日夜も歩いたんですけど、ヴィトンのショップがあったりとか、先ほど言ったブルガリがあったりだとか、いいですよね。これ多分泥棒かなんか入ったんですよね。ガラスを割られて、入り口がガラスでできてると割って入ってくるんですよね。自分はマネージャーやった時に経験があります。2回ぐらいやられました。グランドハイアットですか。坂が多いからいいですよね。僕は坂が好きだから。マリオットホテルもこんなんですよ。周りをなんかガラスの面を全てベランダで包んで、ひどいですよね。全く意味がないじゃないですかね、デザインとかそういうのも。マリオットもこれ営業してるのかな、営業してないのかな。今日はもうしょうがないからレストランやってないんで朝食はここです。一人で朝食ですか。ドルビーって音響で言うドルビーですね。ちょっと分かってないんですけど、もう入り口も全部塞がっちゃってる。だからもう元には戻らないかもしれないですね。ごめんなさい、分かんないです。分かる人教えてください、どうなるか。おはようございます、ひろまろです。今ねまたツイッターの前に来ました。今回こそ昨日なんか友人から言われちゃったんであれなんですけど、今回こそ2回目ですからツイッターですよね。ダメかな、ちょっと撮影したいと思います。すいません。フィットネス終わって、フィットネスも閉まってて、でツイッターも閉まってる、閉まってますね。次にまた来ちゃいました。ツイッターですね、2回目なんで。どうですかね、また門前払いされますかね。ちょっと行ってみようかな。ツイッターってなんか入れないのかな。昨日の受付の女性はいなくて、まだ警備員しかいないんですね。邪魔しました、全然来ない。でもこのインターナショナルの建物自体はロサンゼルスよりかっこいい。こっちの方が綺麗。建て直したんでしょうねこれね。いいな。中はちっちゃいですけどね。Excuse me, air train that the straight? Air train? Yes. Yeah, but that the international part.Oh, the board train. You're talking about the board train. Thank you. 順番に置いていくんですね。こんにちは、ひろまろです。帰ってきました。サンフランシスコから。前回ニューヨーク行って、今回サンフランシスコ行って、ちょっとやっぱり思うところもありました。もうひどいですよね。やっぱり。ニューヨークはまだまだあれだけど、サンフランシスコはちょっと想像以上でした。まあビデオにしてまとめたいと思いますんでよろしくお願いします。でも多分このままじゃ終わらない、まあみんなそう思ってますけどね、絶対このままじゃ終わらないっていうところで、お疲れ様でした。失礼します。